スマリーン。フランだよ。なんか、滝絵変わってない？うむ、この滝絵は、あの狂気なるもの、ふにしが配布してる滝絵なのさ。あ、あのやべえ動画出してる人か。で、今日は何の動画なの？今日はね、前回ちょこっと出てきた、ジャージーデビルというユーマについて、話していこうと思うよ。あ、例のジャジカスさん。ジャジカスとか言うなよ、かわいそうだろ。おめえが言ってたんだぞ。そうだった、すまんなジャジカス。さて、このジャージーデビルは、その名の通りニュージャージー州一帯で目撃されているユーマだよ。また、リーズポイントの悪魔、リーズ家の悪魔、なんていう呼び名もあるみたいだね。ねえ、これだと、ユーマっていうより、悪魔とか、デーモンの類なんじゃないの？さすがお姉ちゃん。実はこのジャージーデビル、ユーマの他に、悪魔であるとも言われているんだ。へえ、なんだかはっきりしないわね。というわけで、ジャージーデビルの詳細を見ていこう。リーズ家と、悪魔伝説。まずは、ニュージャージーに伝わる、リーズ家の怪物伝説を見ていこう。え、いきなり伝説からなの？目撃談とかじゃなくて？その通り。なんたって、西暦1735年の話だからね。普通。前に紹介した、タルアタルアラグーンの捕獲よりも、50年くらい古いよ。それで、その伝説ってのは？時は、18世紀初頭、ニュージャージー州南部、パインバレンズに住む、リーズ一家に起きたとされる出来事。リーズ夫人が、13番目の子供を出産する際、かなりの難産で、夫人は非常に辛い思いをしたそうな。リーズ夫人は冗談ながら、こんなに苦しませる子なら、悪魔が生まれてくればいいと口にしてしまった。すると生まれた13番目の子供は、夫人の腕の中で魔物へと姿を変え、天井を突き破り飛び去ったそうだよ。これが伝説として残っている内容だね。伝説って言っても、デボラ・リーズって人が実在してて、12人の子供がいたっていう記録も残ってるみたいだよ。へぇ、なんだか悲しい話ねぇ。他にも、リーズ家の兄弟の一人が、森で奇妙な卵を見つけて持ち帰り、一家が数ヶ月かけて孵化させた結果、奇怪な獣が生まれた、って話もあるみたい。え、その獣はどうなったの？親は捨てるように言ったんだけど、子供たちは密かに地下で育てたみたい。その結果、末の妹が噛まれた上に、獣は凶暴化してて匂えなくなったんだ。それを知った親たちは、近所の住民と獣を処分するために、夜地下室に向かうと、獣は突然奇声を発して外へ飛び去っていったそうだよ。へぇ、生物学的にはこっちの説のがましね。ふふ、私はこの卵の正体がわかったよ。何よ。卵の正体、メガヌロン説。メガヌロンといえば、謎の卵から孵化するし、噛みつくし、凶暴だし、成虫になれば空も飛ぶ。そして何より、私が最近ゴジラ VS メガギラスを、久々に見たこと。これが偶然と言えるのだろうか。あ、それは偶然だハゲ。ピエン。ジャージーデビルの目撃談。さて、ジャジカスの目撃談だけど、これが凄まじくってさ。何？ 100 件くらいあるとか？はは。何よ？2000件ってこと？いえさ。さすがはレジェンドって感じだよね。今回はその中から有名なのを取り上げようと思うよ。よしこい。まずはじめに、1778年、スティーブン・ディケイター海軍大将の目撃談だよ。ずいぶん古いわね。そう、古いんだよ。それで、彼が砲弾テストのために、ハノーバー鉄工場訪問中に遭遇。発砲したところ、弾が翼膜を貫通したらしいんだけど、そのままどっか飛んでったらしいよ。そのとりあえず、うっとけ精神はアメリカらしいわね。まあまあ、それにこの人、アメリカ独立戦争の英雄らしいし。あのね、フラン、英雄なら、何しても許されると思ったら大間違いよ。まあまあ、それはいいとして次。1820年代、元スペイン国王の、ジョゼフ・ボナパルト氏が、ニュージャージーで目撃してるそうだよ。え、こいつって確か、ナポレオンのお兄さんじゃないっけ？俺の姉がこんなに賢いはずがない。喧嘩売っとんのか？1909年、1月16日から、23日までの8日間に、大量の目撃事件があったよ。ほう。出現した地域は30以上に及び、お隣のペンシルベニア、フィラデルフィアにも出没して大騒ぎとなったよ。この騒動は、西海岸のカリフォルニア州まで及んだことを考えると、その凄まじさがわかるよね。ふーん、ところで、ニュージャージーとカリフォルニアって、どれくらい離れてんの？これを見る通り、アメリカの西と東なんだよ。距離はだいたい3500キロから、4000キロくらいかな？いくらなんでも遠すぎるでしょ。この件では、カンガルーに細工をした合成魔獣を、見せ物にしてたって話もあるし、アメリカの色々な層に受けたんだろうね。なるほど、話題になれば観光客も見込めるものね。あ、そうだった。
この事件では、市外電車が襲撃された話もあって、武装した警備員が出動することにもなったそうだよ。この件はとんでもない大事件だったわけねー。こっからは家畜が襲われる事件が多くって、1925年。鶏や羊が、牙を持つカンガルーに似た飛び跳ねる奇妙な生物に襲われる。1966年、ニュージャージー州ムリカ川沿いの農場で、アヒル31羽、ガチョウ3羽、猫4匹、犬2匹が惨殺される事件があったよ。むごいわねー。ちなみに殺された犬の1匹は、体重が9キロもある、ジャーマンシェパードだったそうだよ。ジャーマンシェパードといえば、軍用犬や警察犬としても有名な、強靭な犬種よね。さらに言うと、食べるために殺してないってのも、こいつの残忍性が伺えるよ。そして80年代、ニュージャージー南部に出没したジャジカスは、またもや家畜を襲い、蹄のような足跡を残していったそうだよ。蹄を持つ肉食動物、聞いたことがないわね。そして最後に、1993年、自然公園管理者、ジョン・アーウィン氏の体験。彼が深夜の森を車でパトロールしていた時、謎の生物が森から現れたそうだよ。その生き物は、体長 1.8 メートルほどで、黒い体毛に覆われていたそう。とまあこれが、ジャージーデビルの主な目撃情報だよ。さすがにいろんな話があるわねー。うむ、それじゃあジャージーの正体について、迫ってみることにしよう。ニュージャージーの悪魔の正体。さて、それじゃあこの悪魔の正体についてだけど、挙げられている複数の説を見てみたいと思うよ。ほうほう、どんな説があるのかしら？まず、翼竜説。マジで、この界隈翼竜への期待値高くない？羽生えてる生き物大体翼竜だから。我ら姉妹は、翼竜だった？私はラーの翼親友の末裔だから違うよ。うちの妹がまたわけわかんないこと言ってる。あとは、前回のコンガマ島編でも出てきた通り、ウマヅラコウモリがその正体ではないかとする説。そして、アメリカワシミミズクや、クマの誤認説、なんかが、現実的なラインとしてあるね。へぇ、これだけ？まあ、宗教的な観点から考察してる人もいたかな？まあとりあえずそれぞれの考察を詳しく見ていこう。ほうほう。まずはじめに、翼竜説から。まずその翼竜の種類についてだけど、アンハングエラ、という翼竜ではないかと言われているみたいだね。これまた聞いたことがない名前ね。このレベルの名前がスラスラ出てくる方がヤバいから大丈夫だよ。やめて差し上げろ。このアングラさんは、翼海長 4,5 メートル程度で、魚肉性だったみたいだね。特に名前の由来が、年老いた悪魔という意味もある、というのもなんかぽいよね。伝説では悪魔って言われてるし、確かにそれっぽいけど。まあジャジカスとの共通点が、空を飛ぶくらいしかないから、これは無理があると思うんだけどね。それじゃあ、次の説は？うむ、次はウマヅラコウモリを見た説を解説するよ。前回も話したけど、ウマヅラコウモリとジャージーデビルは見た目がかなり近いんだよね。ふーむ、こう見るとやっぱり似てるわねー。ウマヅラコウモリは、アフリカ大陸北西部に生息する大型のコウモリで、体長は20から30センチくらいのコウモリだよ。翼海長は90センチと、大きな体を持ってるけど、果物を主食にする温和な生き物だよ。見た目が似てるだけで、ジャージーデビルの凶暴性や凶悪性とは程遠い、って感じね。生息地も違うし、珍獣でもあるから、行商人が捕まえて連れてきたものが、逃げ出したって可能性もあるけど。はぁ、あ、確かにそういうことがあってもおかしくないわねー。それじゃあ次の説。アメリカワシミミズク、クマの見間違え説。アメリカワシミミズクは、翼海長が 1.5 メートルにもなる、北アメリカ最強の鳥類だよ。随分な肩書きねー。ウサギやアライグマ、他の鳥類にスカンクなど、幅広い生物を捕食するみたいだね。まさに肉食動物って感じね。もう一つのクマは、グリズリーの名称で知られる、灰色グマ。アメリカグマっていう種類もいるけど、グリズリーよりも弱くて、生きた動物を積極的に飼ったりはしないみたいだから、違うかもね。で、グリズリーなんだけど、全長は2メートルから、最大で3メートル近くにもなる巨体もいるみたいだね。ふーむ、でもそれだとデカすぎるんじゃない？ 1.8 メートルくらいだったんでしょ？平均身長内ではあるけどね。でも見た目はかけ離れてるし、空を飛ぶわけでもないから、なんとも微妙なところではある。クマよりもミミズクの方がそれっぽいわね。でも馬っぽい要素はなさそうよ。まあこれっていう決定打がないから言う馬なんだけどね。まあそれもそうよね。というわけで、私のオリジナル考察。へえ、またろくでもない説じゃないでしょうね。うるせえ殺すぞ。うむ、理不尽。というわけで次の説。アンドリュー・サルクスの生き残り説。あ、アンドリュー、おいっ子に？アンドルフおじさーん。ってちげえわ。でしょうね。アンドリュー・サルクスは、約4000万年前に、今のモンゴルあたりに生息していた、陸生最大級の肉食獣だよ。体長は 3.5 から4メートル、体重は450キロにもなったそうだよ。確かに頭は大長だけど、それだけじゃないよ。
このアンドリューサルクスは、肉食性でありながら、蹄を持った動物だったんだ。へえ、まさか蹄を持つ大型の肉食動物がいたなんてね。強力な動物ではあったものの、残念ながら地殻変動の影響で絶滅していったそうだよ。っていうかさ、モンゴル出身なんでしょ？アメリカと関係なくない？これは私の推測だけど、何らかの影響で彼らの中に翼を授かったものがいたんだよ。雲行きが怪しくなってきたな。彼らは新天地を求めて海を渡り、人目のつかない場所でひっそりと暮らしていたんだ。しかし彼らは近代開発により失っ、だけねえだろ。さて、最後に、宗教的な観点と歴史から、このジャージーデビル伝説を見ていこう。ふむ、気になるわね。アニマルザ・ミステリアスというサイトでの考察。17から18世紀、パインバーンズは、プロテスタント一派の、クエイカーの集落だったそうだよ。そのクエイカーのメンバーに、ダニエル・リーズ、タイタン・リーズという出版業の親子がいたそうだよ。ちなみに伝説のリーズ家とは関係ないらしい。あ、関係ないんだ。オカルト大好きリーズ親子は、占星術を使ったマニアックな年刊、まあいわば、怪しいゴシップ雑誌みたいなのを作ったそう。とにかくその雑誌、不良だったらしく、他のクエイカーや、ミスター100ドル札こと、実業家のベンジャミン・フランクリン氏と敵対するようになっていったそうだよ。で、その年間の表紙には、翼の生えたドラゴンが描かれていたそうだよ。はい、それで、それがどうしたの？集落の異質な雰囲気、リーズ親子の存在と確執、そして年間に描かれたドラゴンと、同じ地域に住んでいた、同姓で子だくさんのリーズ夫人。まさか、これって。そう、ジャージーデビルとは、様々な出来事のキメラ、人間の闇が生んだ幻だったんだ。そうきたか。目撃情報が多いから、もしかしたら伝説とは関係のない、何か、がいるのかもしれないけど。空を駆ける悪魔、ジャージーデビル。次に現れるのは、あなたの元かもしれません。姫がアンビリバボーっぽい。